全ての行進への正義と警察の暴力に対する全国的な行進ワシントン DC 2014年12月、I can't breathe はアメリカ合衆国のブラックライブズマター運動と関連付けられるスローガン。白人警官による過剰な力の結果、逮捕中に窒息死した二人のアフリカ系アメリカ人、男性、2014年のエリック・ガーナー、2020年のジョージ・フロイド、 それぞれが発した言葉から派生したフレーズは、アメリカ合衆国における警察の暴力行為に対する抗議として使用されている。特に、校舎に橋を発する2020年の世界的に広がった抗議運動については、偶然の産物ながらも、マーティン・ルー・サー・キング・ジュニアの有名な、アイハバ・ドリームとインを踏んでいることや彼の率いた。 アフリカ系アメリカ人公民権運動に匹敵する規模であるとの評価などから、アイハバドリームと並べて引用する論評が多く見られる。この言葉の由来は2014年7月にニューヨーク市警察の警官によって首を絞められたエリック・ガーナーが死亡したことにある。複数の警官に拘束されたガーナーの映像には意識を失う前に11回も 息ができないと発していたことが記録されていた。このスローガンは2014年12月にガーナーの首を絞めて死亡させた警官が無罪判決を受けた後、判決に対する抗議の声が広がる中で人気が飛躍的に上昇した。ハッシュタグアイコンブリスはアマチュアやプロのアスリートからの連帯の表明もあり、その月のうちに130万回以上ツイートされた。 マサチューセッツ州バーリン2014年12月アスリートらによる最初の表明はノートルダム大学のノートルダムファイティングアイリッシュウーマンズバスケットボールチームが12月13日の試合のウォーミングアップ中に息ができないと描かれた T シャツを着た時であった。ナショナルフットボールリーグとナショナルバスケットボールアソシエーションの選手ら特に レブロン・ジェームズは息ができないとプリントされた服を着ていた。ジェームズは批判も浴びたが、バラク・オバマ大統領は、レブロンは正しいことをしたと思う。我々は、モハメド・アリア、アーサー・アッシュ、ビル・ラッセルが意識を高めるために果たした役割を忘れていると述べて、ジェームズの行動を擁護した。十二月下旬、カリフォルニア州メンドシーノにあるホート・ブラッグ統一学区の教員は、 高校で行われる3日間のバスケットボール大会の前に息ができないと描かれた T シャツを着用することを禁止した。関連してアメリカ自由人権協会は学生たちを支持する手紙を書いた。イエール・ブック・オブ・クォーテーションズの編集者であるフレット・アール・シャピロは2014年の最も注目すべき引用語として息ができないを選んだ。シャピロは その瞬間だけの言葉ではなく、現実的で永続的な影響を持つ言葉なのだと述べた。グレース・ジサン・キム教授とジェシー・ジャクソン・ボクは2014年12月のオピニオン記事にて、この言葉は非武装のアフリカ系アメリカ人が殺害されたことに抗議し、これらを起訴しない制度に異議を唱え、より大きな平等を求める、人々のためにソーシャルメディアや街頭にいる。 人々のスローガンとなっていると書いた。言語学者のベン・ジマーはこれを2014年のマイケル・ブラウン射殺事件に橋を発する手を挙げて打つなやより古い正義も平和もないなどの同様のスローガンになぞらえた。ジマーはそれを独特で強力な叫び声と呼び同じことをしている他の何千人もの人々に囲まれる中で息ができないという言葉を口にすることは 強烈な共感と連帯感のある行為であると指摘した。ジマーによれば、We can't breathe という変化型では、この言葉は社会的な変化に対し向けられ、より比喩的になるとしている。正義は、息ができないや、我々の民主主義は呼吸することができないなどの抗議の看板に見られる言葉は、ガーナーの死の状況以外においては、完全に意味がなくなっている。 アラバマ大学のジョシュア・ディ・ロスマンは、アイ・キャント・ブ・リーズ、T シャツのようなファッションは、相手からは、安っぽいジェスチャーや煽りだとして、反対派から簡単に否定されることが多いと、指摘している。しかし、18世紀後半から19世紀初頭に、女イア・ウェジウッドが、ブレスレットや、髪飾り用に作った、私は、男でも、兄弟でもないのか、というカメオが流行し、 それに続いて、アメリカ合衆国における奴隷制度廃止運動において最も広く使用されたシンボルとして、膝をついている奴隷像が様々な製品に取り入れられたことを分析して、ロスマンは政治的な大義のために勢いをつけ、ファッションの価値と意義を過小評価してはならないと主張した。2016年10月、ニューヨークタイムズは、 問題を抱えた青少年のための治療センターで、スタッフによって窒息死させられた17歳の少年の死を報じた。タイムズは、少年が黙り込んでしまう前に、話して息ができないと叫んだことに焦点を当て、エリック・ガーナーと明確に類似する描写を行った。2014年12月19日、ニューヨーク市警察の支持者らは、ニューヨーク市警察のおかげで、 息ができますと書かれた黒いパーカーを着てデモを行い反対派に向かって逮捕に抵抗するなと叫んだ。これとは別にインディアナ州ミシャワカの警察官のジェイソン・バーセルが制作した呼吸は簡単、法を破るなとプリントしオンラインで販売したシャツが批判を浴びた。バーセルは法を破れば 残念だが何かしらそのツけを払うことになるだろうし、その中には綺麗ではないものもあるだろうと述べた。インディアナ州、サウスベンド市議会の議員らは、当時の市長で、将来のアメリカ大統領候補だったピート・ブティジェッジに、対し、バーセルのユニフォームビジネスとの将来の契約を禁じる、ための協力を求めた。ブティジェッジの性的であるヘンリー・デービス・ジュニア氏は、 彼はそのことに触れることを拒否したのですが、触れてみると、双方の意見が一致していたのですと答えている。ミネアポリス2020年4月28日2020年5月、ミネアポリス警察のデレック・ショビン巡査は、ジョージ・フロイドの首の後ろに8分46秒間膝をついて圧迫して死亡させた。フロイドはこの事件を記録した映像の中で、アイキャン e ブリーズと繰り返し発していた。 警官は、フロイドの呼吸について懸念する傍観者がいたにも、かかわらず、フロイドの反応がなくなった後の2分53秒の間も拘束を続けた。アイキャンとブリーズは、その後の全国規模の抗議活動のスローガンとなった。抗議活動の参加者らは、それをシュプレヒコールする言葉として採用した。アメリカ大統領候補のジョー・バイデンは、6月2日に、 行われたジョージ・フロイドの死と抗議活動に関する初めての公開演説で息ができない。息ができない。ジョージ・フロイドの最後の言葉です。しかし彼らは彼と一緒に死ななかった。彼らの声はまだ聞こえている。彼らはこの国中で鳴り響いていると述べた。同日、バイアコム CBS ネットワークは番組を中断し8分46秒間にわたって黒い画面に I can't breathe という文字が表示された。ありがとうございます。